離婚間近、仮面夫婦と言われる芸能人、有名人夫婦たち11選。皆さん、こんにちは。芸能人や有名人同士の結婚は、ビッグカップル誕生として世間を賑わせます。しかし、時には不倫疑惑などのスキャンダルが報じられ、離婚間近の仮面夫婦と噂される芸能人カップルも存在します。今回は、仮面夫婦と言われる芸能人、有名人夫婦を11組をご紹介します。瀬戸大也、馬淵優香夫妻。競泳選手の瀬戸大也さんはオリンピックをはじめ数多くの大会でメダルを獲得する華々しい功績を築き上げました。2017年に飛び込み選手の馬淵優香さんと結婚し、第二子が誕生した2020年に20代の CA 女性とホテルで不倫密会を行っていたことが週刊誌にスクープされました。この報道を受けて瀬戸さんは事実を認めて謝罪しましたが、他にも不倫関係の女性が複数人いたことが相次いで報道されました。スポンサー企業は次々に広告起用を中止し、所属していた ANA との契約も解除され、年内の活動停止処分が下されることとなりました。一方で奥様の馬淵さんは結婚のタイミングで飛び込み競技の引退を発表していたにもかかわらず、不倫騒動後に現役復帰の表明を出し、トレーニングのために生活拠点を移して別居生活を始めたため、週刊誌は離婚の準備であると報じていました。しかしその後も2人が離婚を発表することはありません。馬淵さんは情報番組に出演した際、許すことはないですけど、でもやっぱり乗り越えてこれから新しい信頼関係を築いていけるように夫婦で頑張ってますと語りました。現状夫婦に離婚という選択肢はなく、前向きに新たな関係を築き上げているようですが、瀬戸さんの言動次第では今後夫婦がそれぞれの道を選ぶ可能性もあります。小栗旬、山田優夫妻。俳優の小栗旬さんはドラマ「花より団子」でブレイクして以来、数々の映画やドラマに出演する人気俳優です。女優の山田優さんと結婚し、公私ともに順風満帆に見えましたが、共演者キラーの異名を持つ小栗さんにたびたび不倫疑惑が浮上しており、離婚の噂が断続的に報じられています。実際に山田さんが妊娠中だった2014年には小栗さんが高級ホテルにプロと思われる女性を呼び出して密会を行っており、そうした小栗さんの女癖の悪さから山田さんは情緒不安定に陥り、夫婦で居酒屋を訪れた際には怒鳴り合いの喧嘩をする様子が目撃されています。また近年では小栗さんは自宅とは別に2億5000万円の豪邸を所有しており、表向きは稽古場とされていますが、女性を呼んでハメを外している可能性も高いと週刊誌が報じています。それでも山田さんが離婚を決断しない理由としては、結婚後は芸能活動よりも子育てを優先し、実質表舞台に姿を現す機会はほとんどなく、小栗さんの稼ぎで生計を立てている状況のため、今さら離婚してモデル業に戻るとなると経済的に不安定であるため、今の生活をあえて捨てる理由はないのではと芸能関係者が語っていました。石田純一、東尾理子夫妻。俳優の石田純一さんはバブル期を代表する俳優として数々のトレンディドラマに出演する一方で、プライベートでは3度の結婚や隠し子などスキャンダラスな印象が強く、実際に不倫は文化と発言したことで世間から猛バッシングを受けたことでも有名です。2009年にプロゴルファーの東尾理子さんと再婚し、いい夫婦の日のイベントに登壇するなど夫婦円満な様子を見せていましたが、その一方で仕事だと嘘をついてゴルフに行ったり、男性だけの飲み会だと嘘をついて女性と遊んだり、根っからのプレイボーイぶりが原因で奥様の東尾さんと2ヶ月も口を聞いていないと週刊誌が報じるなど、絶えず仮面夫婦の噂がささやかれています。さらに近年では奥様の東尾理子さんがテレビ番組で石田さんが家事や育児を一切しないことを暴露した上で、そうした東尾さんの不満に対して石田さんが、お前いちいちうるさいな、だから30半ばまで結婚できなかったんだよお前、俺じゃなかったらとっくに離婚されてるぞと言い放つ VTR が流され、放送後にネット上ではありえない、不適切すぎるなど主婦層を中心に批判の声が殺到しました。その他にも緊急事態宣言下に沖縄へゴルフに出かけるなど老害と思われる言動が目立っており、それが原因で立て続けに CM が降板となり、完全に表舞台から姿を消し、現在は生活のために焼肉店を経営していることが発覚しています。週刊誌の突撃取材で石田さんは自宅でもフルに肩身の狭い生活を送っていると明かした上で、家庭は崩壊しています。
はい、家庭もすべて崩壊してますから帰ってください、とすでに夫婦関係が破綻していることを明かしていました。博士太郎、高田真由子夫妻。女優の高田真由子さんは90年代にモデルや歌手のほか、バラエティタレントとしても活躍し、プライベートでは1999年にバイオリニストの博士太郎さんと結婚して2人の子供を授かるなど、公私ともに順風満帆に見えましたが、2017年には夫の博士さんと歌手の大滝優子さんがダブル不倫としてスクープされました。2人は路上でキスをする写真を撮られたほか、愛人になればいいんだよ、俺絶対 100% 愛人に精力を注ぐと話す博士さんの会話まで報じられており、この騒動により近いうちに夫婦は離婚すると予想されていましたが、現在も2人は離婚することなく夫婦関係を続けています。一説では子供のために2人は仮面夫婦を続けていると言われており、実際に芸能関係者の証言によると、博士さんはコンサートなどで1年の半分は家にいない状態なので、夫婦はほとんど顔を合わせておらず会話もあまりないと暴露されています。また博士さんはコンサートで訪れる全国各地に現地妻がいて、かなり遊んでいるとも言われています。それを高田さんはある程度黙認していることから、一方で高田さんも2019年に23歳年下で夫の後輩にあたるバイオリニストの男性と高級寿司店でデートをする様子がスクープされており、それぞれ家庭が崩壊しない程度に節度を持って不倫ないしは交友関係を楽しんでいるのではないかと言われています。リサ、鈴木達久夫妻。歌手のリサさんはアニメ鬼滅の刃の主題歌グレンゲンのヒット以来、日本レコード大賞や紅白歌合戦などの華々しい功績を残し、またプライベートでは2020年に声優の鈴木達久さんと結婚しました。しかし新婚間もなくの2021年に夫の鈴木さんが20代女性と不倫関係であることが週刊誌にスクープされました。リサさんがライブで留守にしている間に鈴木さんは不倫相手を自宅に呼び寄せており、後日週刊誌が突撃したところ、鈴木さんは不倫を否定し記者を振り切ってタクシーに乗り込みましたが、その後所属事務所から直筆の謝罪文が発表されました。この不倫騒動により鈴木さんは活動休止となり、一方のリサさんも心身疲労を理由に予定していたライブ公演をキャンセルする事態となりました。レコード会社関係者の証言によると、リサさんはとても繊細な人で、夫の不倫に関しては怒りよりも悲しみの方が深く、また小学生の頃に両親が離婚して父親が出て行った経験から、家族も裏切るんだという喪失感に苛まれており、今回の夫の不倫によってようやく信頼できた人にまた裏切られたという思いが強いと語っています。またリサさんは当初周囲から離婚を勧められても意固地になって拒否していたようですが、だんだん聞く耳を持って今まさに心が揺れており、今後夫婦がそれぞれの道を選ぶ可能性も考えられると関係者が明かしています。小泉進次郎、滝川クリステル夫妻。アナウンサーの滝川クリステルさんは東京五輪誘致にておもてなしのフレーズで注目を集めたほか、フランス広報大使を務めるなど国際的に活躍し、またプライベートでは衆議院議員の小泉進次郎さんと結婚して公私とも順風満帆に見えましたが、2019年には夫の小泉さんの不倫疑惑が週刊誌にスクープされました。進次郎さんは2015年頃から実業家で子持ちの人妻と不倫関係になり、軽井沢で密会を重ね、そのホテル代に政治資金を使った疑惑が報じられています。しかしこの疑惑に対して民放各局は騒動をこぞってスルーするスタンスをとっており、その理由としては進次郎さんが頻繁に女子アナと合コンを行っているため、下手にスキャンダルに触れるとテレビ局側がブーメランになる可能性があるからだとテレビ局関係者が明かしていました。一方の滝川さんは夫の不倫疑惑について、相手の女性が滝川さんの友人だっただけにひどく困惑していたといい、釈明に追われた進次郎さんは現在も奥様に頭が上がらない状態だと知人が証言しています。もっとも政治家の妻という立場上、容易に離婚することができないため、進次郎さんの女癖の悪さに対して黙認のスタンスをとっており、実際は仮面夫婦のような関係なのではないかと言われています。佐々木一博、榎本加奈子夫妻。元プロ野球選手の佐々木一博さんは現役時代は大魔神の異名で呼ばれ、アメリカメジャーリーグではアジア人史上2人目の新人王を受賞するなど華々しい経歴を持つ一方で、
プライベートでは妻帯者でありながらタレントの榎本加奈子さんと不倫し、妊娠をきっかけに前妻と別れて榎本さんと再婚するなどスキャンダラスな一面がありました。再婚後は20年近く夫婦生活を維持し続けています。現役引退後は馬主になり、夫婦揃って競馬中継に姿を見せるなど仲睦まじい様子が垣間見られますが、芸能関係者の証言によると2人の出会いがそもそも不倫からの略奪婚で、佐々木さん自身女好きで知られているため、今までは馬に夢中で夫婦仲良く過ごしていたものの、近年ではそちらもやや落ち着いてきていて、再び女遊びに目を向けているという情報が業界内では有名な話だといいます。また結婚当時は若かった奥様も現在は40代に突入しているため、佐々木さんは若い女性に興味を持ち出しており、高額の慰謝料を払ってでも離婚する可能性はあるとも語っています。そうなればかつて妻帯者を略奪した榎本さんは、皮肉にも今度は略奪される側になると危惧する声も上がっていました。渡部健、佐々木希夫妻。女優の佐々木希夫さんはその類稀な美貌で絶大な人気を博し、2017年にお笑いコンビアンジャッシュの渡部健さんと結婚した際には、のぞみんロスを訴える声が上がるほど世間に衝撃を与えました。しかしその後は一転して結婚が好感度につながり、公私ともに順風満帆に見えましたが、2020年に夫の渡部さんが六本木ヒルズの多目的トイレで複数の女性と性行為に及んでいたことが週刊誌のスクープで発覚しました。渡部さんの所属事務所は謝罪と当面の活動自粛を発表し、一方の佐々木さんも自身のインスタに謝罪文を投稿し、今回の件について夫婦でしっかりと話し合いをしようと思いますと綴り、夫婦の行方について世間から注目が寄せられました。そもそも騒動が発覚する以前から佐々木さんは誕生日報告のインスタの投稿に渡部さんの姿がなかったり、入籍報告の写真がいつの間にか削除されていたり、2人目の子作りを尋ねられてはぐらかすことが多かったことから、週刊誌は無期限仮面夫婦と題して破局説を報じており、その直後の不倫騒動であったため離婚は確実なものとして週刊誌が取り上げていましたが、結局2人が離婚を発表することはありませんでした。佐々木さんが離婚を決断しなかった理由は定かではありませんが、一部週刊誌によると浮気が原因でシングルマザーになると佐々木希夫というブランドが安くなってしまうのに対し、不貞を犯した夫のサポートに徹すればイメージアップにつながり、実際に近年ではドラマやバラエティの露出が増えていることから、ある種のビジネス夫婦のような形をとっているのではないかと言われています。片岡愛之助、藤原紀香夫妻。女優の藤原紀香さんは前世紀には CM 女王の異名を持つほど人気があり、また過去にはお笑い芸人の陣内智則さんとの結婚離婚が話題になりましたが、その後2016年に歌舞伎俳優の6代目片岡愛之助さんと再婚し、ビッグカップルの誕生として大きな話題になりました。結婚当初はおしどり夫婦と呼ばれていましたが、近年では仮面夫婦と報じられることも多く、実際に藤原さんは当初子作りに意欲的で、彼の子供を産みたいと思うのが女心と語り、一方の愛之助さんも子供は天からの授かり物で、その意味では僕たちも期待していると発言していましたが、結局子供を授かることはありませんでした。その理由として年齢的な問題もありますが、愛之助さんが20代の頃に交際していた女性との間に隠し子がいることも関係しているのではないかと報じられています。また藤原さんと結婚したタイミングで愛之助さんはモデルの女性に対してわいせつな写真を送るよう頼み、それに対して相手の女性が二人きりの時でしたらお見せしちゃおうかなと返信する LINE のトーク画面が流出したり、また2019年にはスピリチュアル系マッサージ師の女性のサロン兼自宅で5時間にわたり密会を行うなど、不倫疑惑が週刊誌にスクープされています。藤原さんは過去に陣内さんの浮気が原因で離婚しているだけに、今後夫婦関係が破綻する可能性もあるとの意見が上がっています。上戸彩弘夫妻。女優の上戸彩さんは前世紀は CM 起用者数で通算6年連続首位を獲得するほどの活躍ぶりで、またプライベートでは2012年に現 LDH 社長のヒロさんと結婚し、公私ともに順風満帆に見えましたが、これまで何度も離婚危機報道が流れており、仮面夫婦との噂が浮上しています。週刊誌によると夫のヒロさんは社長業で多忙なためほとんど家に帰らず、実質家庭内別居のような状態になっており、
また事務所の若い女性タレントとの浮気疑惑がたびたび報じられるなど、そうした状況から上戸さんは不安になり、知人に対して自分から離婚を切り出した場合子供はどうなるのか、 CM やドラマ映画の契約に影響はないかなどの相談をしていたと報じられています。その一方で別の週刊誌には離婚説を打ち消すような夫婦と子供の仲睦まじいショットが公開されましたが、一説ではヒロさんがレコード大賞を1億円で買収工作した報道について話題をそらしてイメージダウンを回避するために自ら週刊誌に撮らせた写真だったことが発覚しており、その件で上戸さんは自分や子供が利用されたことに激怒し、さらに夫婦仲は悪化したとも報じられています。もっとも上戸さんの知人の証言によると、最近ではヒロさんは一時期よりも家族の時間を大切にしており、夫として息子の父親としてもっとそばにいてほしいという上戸さんの願いを聞き入れて関係の修復に努めているといいます。瑛太、木村カエラ夫妻。俳優の瑛太さんはモデル活動を経て俳優に転向して以来、日本アカデミー賞ほか数々の賞を受賞するなど華々しい経歴を持ち、またプライベートでは2010年に歌手の木村カエラさんと結婚して公私ともに順風満帆に見えましたが、2020年には役者志望の女性との不倫疑惑が週刊誌に報じられました。週刊誌の取材に対して瑛太さんは不倫を完全否定し、カエラさんに事情を説明して事なきを得たものの、しばらく夫婦は気まずい雰囲気が続いたと芸能関係者が証言しています。その他瑛太さんは家族が不在の時に出張マッサージ用の部屋を物色していたり、さすがにバレたらまずいと思い、最近ではまた子供の運動会で瑛太さんが先に一人で帰って、カエラさんが後から大荷物を持って帰る姿や二人がそっけなく離れて歩く姿が週刊誌に掲載されるなど、仮面夫婦と捉えられかねない様子がたびたびスクープされています。ネット上では瑛太が好きなことをやって家庭優先というより自分優先な感じがする、週刊誌を読んでいると今後離婚するのではと感じる内容だったなどのコメントが寄せられていました。もっとも近年では瑛太さんは子供と一緒にフットサル大会に出場するなど家族の時間を大切にしているため、カエラさんも安心しているとテレビ局関係者が語っているものの、瑛太さんの女癖の悪さ次第では今後も離婚危機に直面する可能性は十分に考えられると言われています。以上、仮面夫婦と言われる芸能人有名人夫婦たちをご紹介しました。多くのケースで不倫や浮気が関係悪化の引き金となっており、表面上は夫婦関係を維持しているものの内実は複雑な状況にあるようです。しかし子育てや経済的な理由、あるいは世間体など様々な要因から簡単には離婚に踏み切れない現実も垣間見えます。これらの夫婦の今後の動向に注目が集まりそうです。いかがでしたか？皆さんはどのように思われましたか？ぜひコメント欄にて教えてください。またこの動画が気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。